時刻は6時半になりました。沢田研二最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、2023年1月3日からスタートいたしました沢田研さんの2023年ライブ、11月23日木曜日祝日、東京国際フォーラム公演にて終幕大盛況で幕を閉じました。あの伝説的な埼玉スーパーアリーナから引き続いた、まだまだ一生懸命パート2だったわけなんですけども、どの公演も絶賛の嵐、そしてこの東京国際フォーラムもすごい絶賛の嵐で見事ファイナルを迎えられたわけなんですけども、今回の東京公演のライブレポートがアイラドットより公開となっております。11月27日アイラドットの記事から、ジュリー沢田研二75歳はなぜ今も最高のロックンロールスターなのか、声の持久力に評論家は着目、千秋楽レポ。こちらの記事の冒頭に、2時間のステージが終わり会場に満ちていたのは幸福感だったというふうにね書いてらっしゃいますけども、今回の東京公演 SNS でももう絶賛の嵐でしたね。記事ではジュリーの絶賛が続きまして、ステージを右に左に走り回りながら全20曲を歌い抜く75歳なんて世界でも稀だろうというふうにね書いてらっしゃいますが、僕もまあ、埼玉スーパーアリーナの時に言ったと思うんですけども、こんな75歳見たことないという、まあ世界でも稀というかいませんよね。今回のこの記事では東京公演のセットリストともに各楽曲の解説もされてらっしゃいますので、ぜひ見てみてください。そして開演前のファンの長い列の写真なども掲載されております。ぜひチェックしてみてください。そして今回もライブには多くの芸能人の方がお見えになったということで、ニュース記事にもなっておりましたけども、歌手の岩崎宏美さんが来場されました。岩崎宏美さんは前日に東京国際フォーラムのステージに立ってらっしゃったということで、でその日はお客さんとしてジュリーのステージを見たということなんですけども、客席から熱い眼差しでジュリーに釘付けでした。やっぱりジュリーは素敵ということで、もともと岩崎さんが初めてお小遣いで買ったシングルレコードが小学生の時にザ・タイガースの CCC を買われたということで、もうジュリーが元気でいてくれる姿に何度も泣きそうになったということで、ジュリーは私より10歳お兄さん、自分の10年後がまだ想像できないな、頑張らなきゃ、ジュリーありがとうございましたというふうに綴ってらっしゃいます。そして昼帯でもおなじみのめぐみとしあきさんもライブにお見えになってたそうなんですけども、番組で昨日も沢田研さんのコンサート行ってきたんですけど、ジュリー最高でした、かっこよかったなというふうに番組中に語られてらっしゃいました。そして熱い友情の4人、森本太郎さんのライブでもねゲスト出演が決まった人見のるさん、岸辺一徳さん、森本太郎さんもお見えになっていたということで、みのるさんはちょっとお風邪をひかれていたみたいなんですけどね、体調大丈夫でしょうか。本当にね、先日当チャンネルでご紹介しました森本太郎さんの77歳のバースデーライブも速完ソールドアウトとなりましてですね、正月ライブの愛知公演そして大阪公演ともに一般販売もソールドアウトとなりまして、2024年に向けてですねジュリーの勢いはますます加速するばかりでございます。本当に2023年見事なライブ締めになったのではないでしょうか。と YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。